ドイツでは先日大麻の所持と栽培の一部を合法化する法律が施行された。18歳以上の成人が個人の嗜好品として公共の場で最大 25g、 自宅で最大 50g の大麻を所持することが認められた。さらに3株までの大麻の栽培も可能になった。この法改正は流通の管理と闇市場での粗悪品取引や未成年者の使用を抑止することを目的としている。一方で日本国内では大麻の乱用が拡大していることから、正しい知識を持って判断することが重要である。